はい、やってきました。バッテンヒロミツチャンネルです。聞こえてるかな。今はね、熊本の、なんだここは文化遺産っていうのかな、こんなとこに来て、のんびりやっております。今からいろいろね持って説明しましょうか。なぜ今そこいたかって、後ろに橋がありますよね。橋、あれ橋、ね、あと熊本のねシンボルマスカット、マスカットじゃないです、いますね。はい、そうですね。熊門が違う形でいまして、ね、あそこに橋。本当はこうやって水が吹き出てるわけですね。臨海です。はい、っていう感じでちょっと向こうまで歩いていきましょうかね。ここら辺のね有名人は柔道の山下先生かな、ね、まあこういうね川とか、まあこれは川じゃない、川か、まあ、先生が現役時代ね、山下先生のお父さんがね、うなぎをこういうとこから取りまして、よく届けたみたいですよ、試合前にね、はい、うなぎ弁当を持ってね、勢力をつけて柔道何連覇とかねしたと。ね、200試合無敗、それを支えた最初のこのうなぎ弁当だったんじゃないかと、まあ熊本では言われてますかな。はい、ね、柔道やったりなんかする人はこの川に来てうなぎを取って食べたらそういうことが起こる、先生に近づけるかもしれませんというね。はい、はい、この川ね、こういう、まあ多分うなぎ取り来たらたくさん入ると思うんでね、うん、そう、はい、近づいてきましたよね、橋ね、今来たとこはここです。まあね、ちょっと向こうに行ってみます。はい、まあ僕はねここ熊本出身なんですけど、小学校の時のなんだ社会見学とかね来てましたね、うん、はい、まあ、せっかく来たんで小学校のね時のようにちょっと上に行ってみようかなと思っておりますが、はい、まあ昔よりすごく綺麗に周りが整備されてるなあいうところでね、
まあ川ですな、うん、すごい下からのほらこういう風になってね、ここを水を横に通すために作りましたこれね。あ、行っちゃいけないんだやっぱりほらね、うん、まあ一番近くに見える橋のまだここから水が出ると雰囲気が出るんですけど、まあ、まあまあこういう感じでね、はい、おおね、客から見た映像、まあ今綺麗にしてるということなんで、はい、こんな感じで、まあ観光地巡りっていうことですね。まあ今日のところはこんなもんでいいでしょうかね。はい、バッテンひろみつチャンネルです。では通順橋をバックに、さよなら。